皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第26回目の今回は、シリーズ、辛さと気がかりを深掘りする。3、痛み。その1。本シリーズでは、今回から具体的な症状について、その頻度、原因、医師が、 患者から教えてほしいこと、治療、ケアなどについて、できるだけ具体的に解説します。薬に関しては、シリーズ、緩和ケアでよく処方される薬も随時動画をアップするので、そちらも合わせてご覧ください。1、頻度。痛みの出現頻度。まず、第一に、 がんイコール痛みというイメージがあると思いますが、すべての患者さんに痛みが生じるわけではありません。このことはぜひとも知っておいてください。では、どの程度の方に痛みが生じるのか。がん患者全体では50%程度の方に痛みが生じます。がん治療中、進行がん、転移のある患者、 終末期では痛みが生じる割合はそんなに変わりはありません。2. 原因。痛みの原因は対別すると以下の3つになります。癌自体による痛み。癌治療に伴う痛み。癌とは関係ない痛み。この3つです。癌治療に伴う痛みには、抗がん剤による痛み、痺れ、 手術後の痛み、放射線治療後の痛みなどがあります。手術後の痛みで代表的なものは、肺がんの手術による開胸後頭痛症候群、乳がんの手術による乳房切除後頭痛症候群。放射線治療後の痛みとしては、治療後一時的に痛みが増強する フレア現象が知られています。がんとは関係ない痛みには、体重方針、整形外科的な疾患では、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなどがあります。がん患者においても、がん以外の原因で痛みが生じることがあることもポイントの一つです。次に、ここが 今回の一番のポイントです。医師が患者から教えてほしいこと。痛みだけではなく、緩和ケアにおいては、本人の訴えが大切です。ぜひ、我慢せずに相談してください。これが痛みの治療の第一歩です。具体的には、痛みの部位、強さ、正常、 一日の中での変化、どんな時に痛みが強くなるか、薬の効果、日常生活への支障などです。部位に関しては診察時には痛みがないこともあり、このような絵に記入しておくのも良いでしょうね。強さ、正常はなかなか尋ねられても答えるのが難しいですよね。強さに関してはよく、 0、ゼロ痛みなしから10、考えられる中で最悪の痛みで難点と聞かれることが多いと思いますが、これもなかなか答えるのは難しいですよね。癌による痛みは1日の中でも強さが変化することも多いです。最近スマートフォンの絵文字もいいという論文がありました。こんな感じです。 日常生活への支障、例えば痛みの睡眠への影響を伝えることも大切です。これらを医師に伝えた際、医師が痛い部位を見たり、触ったりして診察してくれる医師なら、その医師は緩和ケアに通じたい師だと判断していいでしょう。また、画像なども参考にして、この痛みは こういう原因で生じているときちんと説明してくれる医師も同様です。この2点、緩和ケアに精通した医師の見分け方として重要なポイントです。癌だから痛くなるよね、などは言語道断ですが、意外とそう言われたという方はいるようです。がんの痛みの特徴として、持続的な痛みと 突出痛があることを知っておいてください。持続的な痛みは読んで字のごとく常に続く痛みです。突出痛とは突然に強くなる痛みです。突出痛には何もしないのに突然強くなる場合と体を動かしたとき、食事をしたとき、咳込んだときなど 何かをきっかけに強くなる痛みがあります。この2種類の痛みがあることを知っておくことは、痛みの治療をする上で大切なことです。ぜひとも覚えておいてください。今回はここまでとします。患者さんに少しでも役に立つような症状に関する情報は何か、私たち医療者にはなかなかわからない部分もまだまだ多いですし、 ぜひとも皆さんのコメントをお待ちしております。少しでも本動画が皆さんのお役に立てれば幸いです。